はい、宇治でございます。スタジオロジック、沼 X ピアノ GT。素晴らしいですね、これ。今弾いて分かった通り、このタッチ、この。ものすごいいいタッチです。これファタールのね、最高級の鍵盤、木製鍵盤使ってますけど、もう指に吸い付くとはこのことですね。このね、ちょっとこのゆっくりやるとね、こう引っかかりがある、このグランドピアノ特徴のね、このね、エスケープ機能が効いてるんです。これね、やっぱピアノを意識して弾くとよくこの効果が、弱いタッチして弾いた時エスケープが効くのよ。ずっと弾いて、弾いてね、もう止まらなくなっちゃうんですよ。見てください。モデル D の1968というプリセットです、これ。でしょ？次。モデル D の1983。違いが分かりますね、68。違うわ。こういうね、いろんなピアノ、モデル C の19、いや、2013。よりハイファイだよね、これね。弾きやすいです。モデル F ってね、これイタグランド、イタリアングランドですよ。もうすっげえいい音しますね、これ。 LP マーク1。言うの忘れてましたけど、音源システムはですね、これ、これあの高品位サンプリングプラス物理モデルのね、ファクターがいっぱい入って、素晴らしいです。このね、コントロール、トーンを変えたりとか、ストリングスレゾナンス、デュプレックス、ペダルノイズ、ペダルノイズは効くのかな、これ。非常に高度な、サンプリングと物理モデルのね、ハイブリッド。エフェクターが2系とありますね、このね、エフェクター。これ何もなし、あ、リバーブも切って。これ全くその音ですね。すごいです、すごいです。ハンマーの音ね、オフセット、これね、ハンマーのね、トーンバーのこうネジを動かすと倍音の鳴り方が変わるんで、ね、見事に再現するんでね、音も変わります。
ペダルノイズね。すごいわ、これは。どんどん聞いてみましょう。マーク2。もうエフェクターがもう素晴らしくいいです、この 4K と。ちょっと歪む感じがね、またいいんだわ。マーク3。すごいですこれ。ハードタイム。すごいです。このウィンダーとかオーストリアのグランド、これもいい響きだね。素晴らしいです。アリシア、アップライトピアノとボイスパート。あ、ここでちなみにオンオフできますからね、アップライトだけ。このアップライトめちゃくちゃいいね。リバーも切って、好きだな、もうめちゃくちゃいいですね。ロックキーズ、もうなんかリフボークね、こう。じゃない、バイブとグランドピアノね。超楽しいですね、これね。ウェザー、なるほど。これね、今こちらでフェイザーとかかかってるんだけど、これフェイザーのスピード、こうやってやるとこれぐらい派手にしたほうが。これね、簡単にエディットがねできる、これ非常にインターフェース的にね優れてるのがもう超好きです。そうですよ。素晴らしい。スプリット、
よくしてますけどね、私ね。はい。FM のサンプリングとパッド。見てるの分かる通り、この色がこれに対応してるのが分かりますね。これオレンジ、これね。で3つ入れて、素晴らしいです。サスティンペダルが上のピアノしかかからない。小技が効いてるね。オルガンと混ぜる感じで。もうどのプレセットも素晴らしい。聞いた。ピッチベンド。どっちが文字ですよ。面白いです。人生系もバリバリじゃない、これ。音が途切れない。素晴らしいです。
の質問いいね。素晴らしい。ボイシングがかっこいいね。あ、アフタータッチでビブラートが。素晴らしいです。クリスタル音よく使いますね、これね。らしいです。でね、イントプログラムをやってますけど、この音色群なんだけど、ここにサウンドバンクってあるんですよ。で、アコースティックピアノグループの中から、いろいろ選ぶことができる。すごい数だね。もうすごいなラインナップ。キーズ、クラビネット、このチェレスタがあるのね。カイナベルという感じで、メロトロンだねこれ。これいいな。ベースギター、エクドリック、フレットレス、ピック、スラップ、サイドでギター、俺が。
ートコーラス入ったやつとかなしですよね。コンボルガン系も充実してますね。はい、コンボルガン、シンセ系。すごい充実だよ、これ。クラス系ね、オーケストラサウンド、すごい充実しますね。アコーディオン系ね。ファイヤーエスニック系ドラムね、すごいです。もうこのラインナップはもうフルラインナップって感じで、もちろんですね、MIDI の、情報とかも全部送れるようになったりとかね、してますね。すごい。これね、で、こちらでエフェクト、マスターエフェクトをかけたりだとか、ニケイトの、FX。で、そうやって料理したものをここでエディットして、ここで、ないとすれば簡単に、プログラムできてしまう。うん、すごいですこれ。あのね、何気にすごいのがこのインプットが4つあるんですけど、これね、なかなか見たことないですよ、インプット4つあるやつで。基本モノラルのインプットなんだけど、この 4 系統を1と2、3と4をこう2系統のステレオにすることもできるし、インモノ、インの通貨モノで3、4ステレオとかね、いろんなことができますね。で、ペダルもね、させるんですけど、特にこのペダルの3はですね、これがすごい。このペダルがね、付属してます。3本。グランドピアノね。で、一番左がソフトね。ちょっとソフトね。で、真ん中がソステヌートって言って、こう踏んだやつだけがサスにかかる。で、うん、それ以外はかからない。で、こっちは普通のダンパーペダルね。これが付属してるのが素晴らしいです。これはペダルの3に使いますね。で、ミディアウト、ミディインで、まあ、さっきのミディのところは、自在に、例えばこのミディのアウトのところで何の USB が何を出すかとか、ミディアウトが何を出すとか、マスター的な機能もね、バリバリです。まあ、すごい、びっくりです。ヌーマイクスピアノ。もうね、なんていうの、このね、鍵盤のすごさ。がもうマッチングがすごすぎて、もう聞き心地が素晴らしい。ここがね、やっぱ大きなポイントで、このヌマエクスピアの GT はですね、ファタールの最高級のものすごい鍵盤ですけど、もちろんノーマルタイプの88件と73件のやつもバリンラインナップで揃ってますね。さて、このスタジオロジックのね、ヌマエクスピアの GT すごいです。やっぱり、ね、このインターフェースの素晴らしさ、この色分けして見やすいこの感じがね、素晴らしいですね。これは UX ロジックっていうインターフェースの名前がついてますけど、この色に対応して4つレイヤーしたり、スプリットしたり、これスプリットの範囲を決められたりとかね、こういうね、いろんなエディットが簡単にできるっていうのとか、まあ、フェイバリットでね、こう組めたりとかですね、良いです。
さらにこのインプットしたオーディオをね、USB、もちろん USB オーディオの機能があるので、そのままダイレクトに PC につないだりとか。さてね、さらにね、これが びっくりなんですけど、この NUMA プレイヤーっていうのがこれ、ソフトウェアで、プラグインで出ててですね、これに入ってる代表的な音色もこの中で聞くことができるという、ね。まあ、ここでこのアプリでサウンドをチェックして、実際に弾き心地をこちらで、ね、確かめるとかね、そういうこともできますね。もう素晴らしいです。NUMAX、NUMAX ピアノ GT でございました。